リトル・プリンセス・エマは、アメリカ合衆国の競争馬、繁殖品馬。現役時代は、未勝利に終わったが、繁殖品馬として2015年のアメリカクラシック三冠馬、アメリカン・ファラオを生んだ。2006年2月24日に誕生。同年11月のキーンランド島裁馬セールで、ベン・マケルロ・エージェントによって13万5000ドルで落札され、 翌年9月のキーインランド一歳馬セールで、ザヤットステーブルによって25万ドルで落札された。リトルプリンセスエマという馬名は、ザヤットステーブルのオーナーの娘の名前から名付けられた。名門、スティーブンがスムス戦に入球し、2008年7月にデビューするが、14頭立ての6着に敗れる。2戦目は12頭立ての最下位に沈み、この2戦のみで現役を引退した。 以下の内容は、イクイペースの情報に基づく。2009年からザヤットステーブルで繁殖入り。初年度は、不受胎に終わり、2011年に、父、マイモニデスの発号を出産している。翌年に生まれた第二子アメリカンファラオが2014年に、デビューし、2歳 GI を連勝。同年11月、アメリカンファラオの全兄弟を受胎した状態で、 ファシグキプトンのベンバーセールに上場され、210万ドルでサマーウィンドファームによって落札された。翌年、アメリカンファラオは圧倒的な強さで1978年のアファームド以来37年ぶりとなるアメリカクラシック三冠制覇を達成。秋にはブリーダーズカップクラシックも制してエクリプス少年度代表馬に満票で選出された。 2014年生まれのアメリカンファラオの前妹は、アメリカンクレオパトラと名付けられ、2016年にデビュー。同年の G.I. デルマーデビュータントステークスで2着に入ったが、わずか3戦で現役を引退し、繁殖入りした。2015年生まれの前弟は、クールモアグループに購入され、セントパトリックスデーの名で2017年に、米国でデビュー。翌年からアイルランドに移籍し、 同年のルネサンスステークスで2着となっている。2016年生まれの父タピットの品は、ジェイシング・イエスタデイが2018年のスターレット・ステークスを制し、母の3区として2頭目の GI カチューマとなった。2017年にはアメリカン・ファラオの前弟、2018年にはジェイシング・イエスタデイの前弟が誕生している。ありがとうございます。